どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。どれとかようわからんですけど、はい、まあ、今日も始まりました。はい、よろしくお願いします。マテリアルの岡田です。はい、ハムエンターテイメントの日村です。よろしくお願いします。はい、梅雨ですね。はい、ね、もうなんか降るのか降りへんのかみたいな感じになってますけど、はい、結構ね、去年ぐらいからはなんか梅雨らしい梅雨やったような気がするんです。はい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 、その前はね、なんか全然降れへん、うん、まあ、か梅雨っていうか、もうパワーアップしすぎてて、なんかえげつないのが来たりとかもしてますけどね、うんうん、夏でもものすごいのが来たりとかしてるぐらいで、ね、あれ地軸が倒れてるらしいですね、やっぱね。だからに日本だんだん亜熱帯の方に来てるんで、あのどっちかっていうと昔僕らの社会の時間に温暖湿潤気候って、日本は気候はそうやって習ったんですけど、もうどっちかっていうともう亜熱帯に近づいてるらしいですね。赤道にだいぶ近づいてるんで。ね、まあまあコロナもね、完全に、ね、集結してくれたらいいんですけどね。そうですね、はい、まあ、それが明けて、はいはい、爽やかな日本晴れになればいいね。本当そうですよね。みんなでね、あの爽やかな日本晴れのもとで、うん、堂々と出歩きたいもんですね。そうですね、はい、で今日は、はい、なんかちょっとお題があるということですか。お題というか、ね、はい、まあまあ僕ら脚本も一応書いてるじゃないですか、はい、そうですね、はい、でまあ脚本って、まあ、それぞれ書き方、まあ、僕らなんかまだまだその駆け出しっちゃ駆け出しなんですけど、いやいやいや、はい、どういう書き方をしてるのか、書き方、うん、書き方、構想とか書き方とか、ああ、なるほどなるほどなるほど、どういう風にこう、なるほどね、この脚本が作り上がっていくのか、はい、はい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 、そういう過程っていうのは、はい、どうなんですかね、まあ、人それぞれ絶対違うと思う。そうですね、あの僕のスタイルはどっちかっていうと、まずキャラ作ってきます、ね、うん、だからキャラをしっかりと作っていって、例えば主人公はどんなキャラ、まあ、あの例えば構図だけを作っちゃうんですよ、うん、あの例えば主人公と副主人公というか、まあ、敵役みたいなのを作ったとしたら、この人たちが何で戦ってるのかとか、うん、その、まあ、背景とかもそうなんですけど、うん、でその背景を浮き彫りにするためには、じゃあこのキャラはもうちょっとここ際立たした方がいいとか、うん、ここ際立たした方がいいとか、そういうところを、まあ、微調整じゃないんですけど、一個一個形作っていって、それにまつわる人たちを配置していくみたいな。僕どっちかっていうと、そのキャラクターを先作るところから始めることが多いですかね。基本でいろいろ配置してから物語組み込んでいくんですか。そうですね、まあざっくりとした何を伝えたいかとかってまずあるじゃないですか、うん、だから、例えばその恋愛ものなんだったら、その男女の関係の話なんで、うん、その、しかも男女の関係の中でくっつくかくっつかないかが最終的な問題なので、うん、でそれをどういうふうにその描くかっていう、そのテーマ性みたいなところ、そこがまずあれば、それに必要なキャラを作っていくというか、まあこうあのくっつけていくみたいな感じで作り上げていくのが多いかな、僕は。はい、でそこにじゃ あのこれ阻害する要素がいるよねとかってなってきた時に、じゃあ、妹出してみようかとか、お父さん出してみようかとか、なんかそんな感じでこうくっつけていくみたいなのは やるかな。吉尾なんかの場合やったら、あのもう一番最初に思いついたのは、子供が大人をブルンブルン投げ飛ばすというか、アクションやりたいと思った時に、アクションただ単にその大人同士が、めっちゃ大量の大人同士が喧嘩するっていうのはもうなんか飽きてるじゃないですか。もういろんなところでやられてるから、じゃあどういうのがいいかなと思った時に、子供が大人を投げ倒すんやったら、ちょっと絵としては面白いかもしれないなと思って、松田花君のあの風貌があって、あいつがあの大人を倒してたら面白いかなっていうところから実は発想したんですけどね、うん、だから最初はあの決しても本田君が主人公の話ではなかったんですよ。キャラ、まあ、テーマ作って、うん、でキャラを仕上げて、そうですね、僕はどっちかです、大阪部さんどんな感じですか。いや僕、まあ、大体そうですけどね、うん、まあ、テーマをまず常に考えてますね。ああはいはいはい、で、今度7月にやる予定やって、はいはい、流れたやつにしても、うん、まあ、常に考えてて、うん、で本当にその歩いてる時にこれ気づいたの。歩いてる信号待ちしてる時に、はいはい、ふって思いついて、うん、レール、あーあー、はいはいはい、レールの幅って、はい、なんぼなんやろ、ふっと思って、ふってなんかね、レールの幅ってなんぼなんやろと思って、ちょっと調べたら、なんかいろいろあったんですよ。うん、はいはいはい。で、まあ、あの最初になんか決まったっていう、うん、イギリスから来た時は、なんぼでっていう、1.67 っていう、はいはい、なんかその何フィートとか、ね、はい、そういうのも決まってたみたいで、
今はちょっと広い幅になってるんですけど、はい、でレールの幅がちょっとなんかふっと思い浮かんだ時に、うん、レールを何かに例えたら、うん、人ってなんかこうレールに乗っけられたら、うん、そのまま行くよねって思ったんですよ。人のレールに乗っけられて、うんうんうん、そのまま行っちゃってるよねっていうのがすごい思って、うん、じゃあもっともっとこう自分のレールを敷いて行く人生みたいなテーマのものが書かれへんかな、うん、ほう。そっか、そういう発想ですね。え、自分で自分のレールを引くってこと。そうそう。ああ、なるなるな、はいはい。そうなってない。例えば、うんうん、今やったら、うんうん、スマホをね、はい、みんなもうほぼスマホやってる。はいはい。なんかスマホに皆さん操られてるんじゃないかっていうような。そうか、スマホもレールか。そういうイメージなんです。おお、はいはいはい。もっとこう自分で、まあ、もちろんそのスマホでこのね、あの情報とかを得て、自分のこう人生行くっていうのもありなんですけど、はい、何かしらその、例えばね、聞く情報だけ、マスコミの情報とか、うん、聞く情報だけを全員信じてしまって、はいはいはい、で、本質がわからないみたいなところもあるじゃないですか、うんうんうん、ありますね。なんかそういうところに行くんじゃなくて、うん、やっぱり自分で考えるっていう力をそれぞれがもっともっと作っていかないと個性が死んじゃうんじゃないかな、またこれ個性ってところがまた難しいですけどね、うん、だからそういうところをなんか今後書きたいなと思って、はいはいはい、でそれがなんか合致するのが戦後じゃないかなと思います、うん、終戦直後の日本っていうのが、はい、うん、なんかその今 の, そ の, あのスマホ時代と形は違うけど、うん、なんか同じようなその何かにこう例えば戦後やったら GHQ みたいに、うん、あの辺にこう、ね、全部縛られていくじゃないですか、うんうんうん、なんかそういうなんか誰かのレールに乗っかって行ってしまうんじゃないかなっていうところがちょっと似てるんじゃないかな。まあ、人によってはね、いまだに GHQ に操られてるという人もいるぐらいなので、うん、だからそういうところをちょっと今回描きたいなと思って、はい、まあ、まあちょっとまだいつやるかは未定なんですけど、うんうんうん、戦後を背景に描いた作品というのを、そのそれをテーマに、ふっと気づいた。なんかでもすごいチャレンジングですよね。なんか最初は本当にレールの幅ってなんぼやろってそっからですよ。すげえなそれも。で、大体ずっとね、まあ、最低でも3ヶ月は僕の頭の中でずーっと考えてますね。ああ、熟考するんだ。頭の中でずーっといろんなことを考えて、うん、何かしらのこう物語みたいなのを書いて、からしか書かない。その、例えばその、ほら、言ったら年に何本かやったりとかするじゃないですか。うん、で、銀河のやつとかもあったりとかして。したら、並行して何本か頭の中で動いてるんですね。そうですね。おー、すごいな。で忘れるときはスマホ使います。使ってもちろん。メモで、はいはい、これは、はいはい、あとこう、箇条書きみたいなのを、はいはい、へー、なるほど。書き落とすときはもう、一気には書いてるんですけど、まあ、ちょっと一気に書く時間とかなくなってるんですけど、だいたい3日、2日か3日あれば、一気に1回、第1個を書こうと思って。なるほど。そういう感じですね。あとはもう本当に書いて、あれなんや、結構ザーッと何ですか、時間に沿って書いていく感じ、一気に書いて、ああなるほどなるほど、で多い書いたら3日ぐらい多いって、うん、でまた読むと俺こんなん書いたっけって。いやでもそれ気持ちわかる、めっちゃわかる。ほんで直せるんですよね、うん、それはわかりますよ。客観的に一回置くんですよね、一回置くんですよ、寝かせると。そうしないと、やっぱり自分のままで直すと一気に直せない、うん、そうするとね、やっぱりこう本当に客観的に見れるというか、その時のね、でやっぱり消えてるんですよ、ね、で分かります、分かります。でそこで、まあ、第三者的に読んですごい気持ち込めて書いてるセリフが何日か経って見たら、なんで俺こんなこと書いてんのみたいな時ってあったりとかするんですよね。おかしいなみたいな、うん、あの時はこんなつもりで書いてなかったなとかっていうのがあったりとかしますね、うん、俺は。それがなんかこうね、もちろんその、読んでもらう人もおるので、うんうん、だいたい2人は読んでもらって、はいはいはい、で、まあ、意見聞いて、で、分からんとこ、うん、やっぱり見て分からんとこだけやっぱ教えてもらえるんですよ。ここちょっと分かりにくい、うんうん、どうしてもね、意見聞いちゃうとやっぱりね、ずれるんですよ。いや、まあまあまあ、それはもう意見聞いて、意見入れちゃうと、うん、あれって前後がバラバラになってくるので、うん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 、どこか分かれへん、なんかここいまいち分からないっていうところを教えてもらったらすごいありがたい。
要は自分が言いたいことのこう筋があるんでね、この筋から外れたところの指摘とかに関してあんまりここばっかりこだわってしまうと全然違うところに流れが釣れちゃうんで、ね、すごい言っていただけるのはすごいありがたい、うんうん、ただあんまり入れない方が僕はいいと思う、うん、まあ、面白く変わるのはいいんですよ。あ、それ入れたらおもろくなるやんっていうのは全然いいんですけどはいはい、なんかここをこう変えた方がいいよっていうやつは、うん、そのアドバイス的なやつは違う本にした方がいいです。それまあそりゃそうでしょうね、うんうん、違う形に変わっちゃうんで、うん、なのでほんまに分かりにくいところで教えてもらったら、うん、まあ、やっぱり自分が分かってるんですけど、うん、やっぱ他の人分からないってことは多分他の人分かんない。そうですね、そこだけは直していかないと、まあ、っていうのはしてますね。脚本というか、そのまあ当然脚本って本来は映像化するのか舞台化するのか、はい、まあ、あるいはまあ、ラジオとか朗読とか、まあ、いろんな形で、誰か第三者の人が聞いてその世界の中に浸るというのが本来の目的だと思うんですよね。でもあれ、どういう意味これっていうのが第三者全然違う人が一人でも聞いて思うんだったら多分同じように思う人ってすごいたくさんいるんですよね。それこそ僕がお坂部さんに呼んでもらいたいものとしてお坂部さんに送るんやったら、はいはい、お坂部さんがわからんところだけ直しゃいいんだけど、うん、お坂部さんも実は気づいてないところもあるかもしれんし、実はお坂部さんと僕の見解が違うということもたくさんあると思うんで、そうなるとよりたくさんの人に見てもらった時にはもっとわからん人が出てくるみたいな話になるんですよね。たかといっていろんな人の意見を入れすぎると今度わけわからないなっていう。だからある程度絞って言うと明確な方がいいんですよ。そう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 。僕って決めたら僕でいいんです、うん、そう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 、それも絶対そうだ、はい、それがいい、そういう風に書く方がやっぱり誰かのために書くっていう風に明確にする方がやっぱり、ね、それも間違いない、うん、それがいいと。誰かが言ってましたよ、作家だったと思うんですけど、小説にしても戯曲にしても何にしても、うん、お手紙なんだと、うん、だから誰か一人のその想定読者っていうのを一人用意しておいて、まあ、その人に対するお手紙だと思って書くのが、うん、一番いいっていうのをどっかで誰かが言ってたの、誰が言ってたかは覚えてないですけど、もうこれ脚本の話尽きないですけど、ね、まだまだ、はい、はい、そろそろ次のコーナーというか、はい、でも裏で言ったの、そんなに まあ今だからね、そのアルバム制作に勤しんでらっしゃるわけですよね。はい、でそのめっちゃ曲書いて、ね、でそのアルバムのそのを作ろうと思った、そのなんで作ろうと思ったのかとか、どういうアルバムなのかみたいなのをちょっと言ってほしいなと思うんですけど、なんで作ろうと思ったのか、それを言い出すと多分長くなるから、いいよいいよただまあなんか時は満ちたと思ったということやね。うん、時は満ちたんだ。で作ろうと思って、うん、あ、ちなみに私ヘビメタルなんですけどね、はい、でみんな知ってるかなと思って、はい、あ、でもさっき本言ったから、そうそう、ジャーマンメタルでしょ、ヘビメタルの神様が、うん、ヘビメタルの神様がなんかいろいろ素敵なミュージシャンに出会わせてくれたんで、うん、あ、これはもうやれっていうことやなと思って、すごいよね。でもね、ほんとね、やれって言われたと思った言うてドイツ行って、ほんまに全然アポもなんもないでしょ。ないですよ。で行ってドイツでちょっと声かけて行ったら、あ、じゃあ今日協力するよみたいな感じで、まあなんだかんだ、まあ、そのドイツ行く前に今回の場合はギタリスト一応決まった、うん、はいはいはい、うん、でまあまあドイツ行ってから声かけたっつっても、まあ一応軽くその、うん、過去に一緒にやったことある人が、はいはいはい、その全く全然面識なかったわけじゃないっていうのはあるんですけど、うん、それよりもビザが取れるかどうか心配やって、あ、そっちがね、それはだからアポとかも何もなくで何のあてもなく行ったけど取れた、うん、3ヶ月、それもね、うん、あのね、ツアリストビザって3ヶ月までなんですよ、うん、でその後ビザが他のビザが取れなかったらその日に帰らなかったんです、うん、その最終日に取れた、うわすげ最終日に、それもあれでしょ、その、まあ、あなたが言ってる村、その村の、うん、その人たちの協力があったりとかしたわけですよね。いやだから村のその市役所というか村のその外国人局とかなんかそういう人たちが、はい、まあまあ最初とね、やっぱりちょっと意味わからんしね、なんか目覚め歌手はって感じだからなんかもう帰るってすごい言われて、はいはい、でなんか引き下がっとったら、なんかその、ほんじゃあ絶対それがうまくいくっていう、なんか私たちをちゃんと納得させるだけのビジネスプランを全部ドイツ語で10日ぐらいで用意してこいって言われて、無理やんと思ったんやけど、ひしこいてやったらなんかできてん、
それもだって、あの、まあ、今でもそうかもしれんけど、そのドイツ語がめちゃめちゃ堪能なわけでもないもんね。いやだから今ね、うん、Google トランスレーションもあるやん。あ、はいはいはい、確かに。私あの一応こう見えて海外の、大学で修士取ってるんで。そうですね、あの、まあ、その時英語で全部三段論文書いてるから英語で書くのはすぐできる。Google トランスレートに書けるのよ、うんうん、ほんなら今ねヨーロッパ言語に関してはかなり精度が高い。それはそうでしょうね。そうでしょう、ね、だいたい8割ぐらいはいけるね、うんうんうん、でただ細かい文法のミスがたまにあるのよ。へえー、そうなんだ。それに関してはだからそのこっちに住んでた時のドイツ人の友達とかスイス人のドイツ系の友達とかいるやろ、うん、に見てもらって、うん、ミスを訂正してもらったの。はいはい、それでできた。で32ページやのかな、うん、一気に書いて、うん、でそれをあのこっちの人に渡したらなんか最初ビビったはったなんかそんな10日で仕上げてくると思ってなかったけどでなんか渡していろいろ資料もぐわーいっぱい渡したらなんかそれをみんなで読んでくれてたよな多分、はいはいはい、でなんか最終的になんか納得したり、うん、最後の最後の日に降りた、うん、その最後の最後の日まではだから納得したって言った後もうそれ今までに前例がないからどういうそのなんていうか役所的に納得するか、はいはい、どういう名目でおらしたったらええんかっていうところで悩んでたみたい で、はいはい、で最終的にはどんな名目になったの。最終的にはもう私は前例のない初のフリーランスミュージシャン。フリーランスミュージシャンっていうことになったね。いやいや、そうそう、ミュージシャンって書いてある。ミュージシャンであり作詞家でありみたいな。ああ、まあまあ確かに。シンガーでありみたいな、うん、そうか、滞在許可証にされて職業が書かれて、まあそりゃそうか、そういうことかね。で、しかもほら、あの一回一時帰国したでしょ今年頭に、はいはいはい、ね、で帰る時があの2月過ぎ出たから結構微妙な時期やったもんね。え、なんかコロナの時やったね。そう、そうやろ。で、うん、よう帰れたなみたいな感じで。いやだからなんかそれがあったから帰った。なんか帰らん方がいいんちゃうって人もあったけど、はいはいはい、いやいやいや帰らんかったらそのうちなんか入国拒否とかなったら、ね、あんなに苦労してビザ取ったのに何やねんそれっていう話やから、ほんまにそうや。あ、なんかそうそうそう。でやっぱ7月下旬ぐらいから、うん、一応イタリアで、うん、コーディングを私はね、はいはい、あの予定してるんですよ、うん、だからそういうこともあるから、うん、あのまあ、今直角だけの段階やったら、まあ、日本によって、うんうんうん、やり取りでもなんとなく可能は可能やけど、まあ、でもやっぱ時差があるからほら、うん、なんやろ直で話できんから慣れないやけどやっぱこっちおった方がいいんだけど、うん、まあとにかくそのレコーディングの時期ぐらいではこっちに戻ってきたいっていうのがあったし、うん、やっぱ、うん、買いとかのまずいなと思って。意外と私はすっと入りたい、うん、多分その滞在許可書があったから。そうやろうね、うん、何してんのって聞かれて歌うたっていう。何してんのって聞かれたのはそれあの何 税関というかあれで税関の人に聞かれ て、うん、かれて歌うたっていうね。テレビ旅やね。それは何あの歌ってくれとかは言われないわけ。まあさすがにはいいなんかよく昔あのコメディアンって言ったら何かおもろいこと言えって失礼なこと言うやつがいるとかっていう話は聞いたことあるよ。さすがに全館ではなかったな。ないかあそうドイツやしな。あそうね、国民性がね。なんかドイツ人なんかあんまりジョーク弱いもん。オランダとかやったら言うかもしれんな。まあ、あのドイツネタは尽きなくいろいろあるとは思うんですが、アルバムは今回のアルバムはどういう趣旨というかどういうコンセプトのアルバムなんですか。コンセプト的にはいろんな国の人の人生を書こうと思って、うん、もともと思いついてたのは、うん、いろんな国の人をインタビューして、うん、国を描くというよりは国に来てる人を描くねとか、うん、まあ、いろんな国の人だから一人で焦点を当ててあえてその全体像じゃなくて、うん、例えばインドの人はこんなことを思って生きているとか、うんうんうん、まあ、この人はで日本のこの人はこんなこと思って、なんかそういう一人の人生をいろんな地域の人で描いたら最終的になんかその環境によってみんなこう悩みの種類はちゃうけどその中でみんな一生懸命やってるみたいなところが描けるのかなと思って、うん、その中のなんかみんなの共通項みたいなのも絶対あるはずやから、うん、みんなこう悲しいこともあれば嬉しいこともあってみたいな希望を持って何とかやってみたいな、うん、なんかそういうところを描こうと思って、ただなんか作ってるうちにちょっとこの間ふと起きられたのが、うん、あのそう13年14年前に
リリースしたアルバムがあって、うん、それがなんか私の人生を描いてるんです。それは、はいはいはい、私人生を最初から最後まで言って、うん、で一応それはまあ最後の方はだから現実ではないんだけど、私が死ぬっていう終わりなんですよ、うん、最初始まりは誕生なんですよ、うん、最後は私死んで終わるんですよ、うん、そのアルバム、うん、まあ、その誕生から死ぬまでいろんな出来事が起こるんだけど、まあ、それはほとんど私の人生に実際基づいたことを書いたんやけど、うん、あの要はそのアルバムってすいません、なんか話が下手くそで、いや全然、あのあの世的なところを描いてて輪廻転生的なところと、うん、だからその生まれる前っていうのがあるんですよ、はい、で生まれる本当はでもね、あんまりこんなに自分で解説するのもどうかとは思うんだけど、ね、感じてほしいって思ってるんだけど、はいはいはい、はだあのその生まれる前にこう、ああ忘れてしまうみたいな会話が入ってんね、おう、これからまたあの旅に出るんだわみたいな、うんうん、で忘れてしまうわけで、なぜならその生まれる前の記憶はみんな持てない、持てないからね、はい、だからこう忘れてまうって言うて、ほんならその時にあのもし道を見失って怖くなったら思い出すんだよみたいな声を入れて、キャーって呼ばれるんやか、うん、だからそういうちょっとあの世的なこともで、死ぬ時も、うん、大丈夫って、またいつ帰るからって言って死ぬねやか、前だからちゃんと覚えといてやる、なるほどなるほどなるほど、ぐっと回ってくるね、そうね、はい、うん、そうで、こう、回るようになってて、ね、周り、はいはいはい、そのアルバム自体、うん、で、それを考えたときに、なんか、あ、なんか続きにしようと思って、うん、今回のやつ14年ぶりやけど、うん、続きにして、うん、で、またうち死んで、うん、今度また生まれる、うん、それが、なんかいろんな国の人として生まれるっていう、うん、なるほどなるほどなるほど、そういうストーリーね、はいはい、で、めっちゃこんなネタバラしてるまだ作ってもないの、まあ、もしかしたら作るまでにまだストーリーは進めるかもしれないけど、で、いろんなとこで生まれ変わってこうやって経験したとき、最後に私はあることに気づくねや、おガーンって気づくことがあるね、で、その気づくことが実はその前の1枚目のアルバムの最初に言った言葉や、オチまで言うとんかいな、ありがとう、うん、うん、言うてもった、もう浜村淳奈美やねん、私の、うん、コンセプトは、うん、1枚目も2枚目も3枚目も全部つながっていてっていう、なんかでも話聞いてたらすごいあれよね、そのストーリー性っていうか、その組み立て方を聞いてると、なんか僕ら脚本とか書いてるから、なんかそういう感覚に近い感覚で書いてはんのかなっていう気する な、 なんか、いや、あのね、うん、そう、あのもうなんかディスり大会みたいな、ね、ちょっと待って、では、今日も映画コーナー行きたいと思います。高橋さん、はい、こんにちは、シネマコーナーの高橋ひろきです。お願いします。先週までちょっと邦画を紹介しましたんで、はい、ちょっと洋画なんですけども、おちょっとホラー系を、ホラーね、はい、いいですね、テーマが家でちょっとホラー系の、作品を紹介したいなと思います、はい、はい、そろそろなんかちょっとね、蒸し暑くなってきましたね、はい、はい、だんだんね、みんな家から出たいでしょうから、うん、まあ、こうやって家になればいいんですよね。はい、はい、これ昔言いました、はい、そのものズバ家です、家来た、家はい、これね、もう昔中学の時に見たんですけど、うん、単にこう家に不思議なことが起こるんですね、はいはい、オカルト系でもないんですけども、ほう、なんか不気味な スリラーとか、なんかサスペンスみたいな、どちらかというとスリラーですね、ほら、うーん、なるほど、ね、男が出てきて、はい、なぜかこの 家の中から市民を出るのが待ってるという、うーん、これね、ロッキーと日本だって見たら、はい、はい、非常に怖かったです、ロッキーと日本立てで、そうなんです、昔ね、昔神戸割合、あのたまに2本立てがあって、はー、へー、これそんなにあの古くなってないのに普通の道路相関で2本立て、うん、へー、へー、あのロッキーといえば2本立て、中学付き合ってた時の女の子に見に来ました、おそんな甘酸っぱい思い出まであるんですね、なるほど、はい、でもこれでなんか怖かったみたいですね、女の子、あー、でそれであれか、キャー言うてこうケッてこう抱きつかせよう思ったんや、いや、そういうキャラなし。いや、ないの？ないんや。それが原因で二度と映画してみた。なんじゃそれ、マジか。でも
これでも本当にね、怖いですよ。見たらね、ちょっとじゃあ、見ていた家ですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、やっぱり気をつけてください。はい。そして、はい、まあその怖い家といえば、うん、同じく、はい、悪魔の住む家です。お、来た実話ですよね、一応ね。うん、はい、こういう、うん、借りた家。はい、はい、はい。昔から殺人、お父さんが殺人を起こした、はい、家に、はい、後から入ってきたところに、はい、またその家族もいつのような状況になって、これはありがとうございます。何回か見たけどな、なんかここ覚えてないですね、うん、だいぶ古いでしょ、だいぶ古いですよね、これ、これね、パンフレット見るとね、うん、昭和55年です。わお、うん、来た昭和5年でもね、これね、実はね、後でまたリメイクされてね、へぇ、ね、これ、リメイクはですね、何年やったっけ、あ、2005年、まあまあ最近ですね。最近です。これ非常にね、あのこれがだからその昭和55年の。おお。へえ、ま。面白いですね。え、両方見張ったんですか。両方見ました。はい。両方見ました。どっちが好き？いや、やっぱりこっちです。ああ、なるほどなるほど。うん。ただね、これでちょっとテラスで地下室が映るんですけど。うん。はい。私の目にはその地下室に何かが映っているような気がする。おーい、おーい、来た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 よ。はい。ありますよね。はい。映像に幽霊が入る。はい。なんか、それがすごく意識的にあって、へー。映画がこれ、うなったんですけど、うん。DVD 見る限りはそんなにうならない。へー。なんやろ、何が違うんでしょうね。なんかね、その時に自分自身が呪われてたんですかね。そっちか、そっちか。っちいやいや、あの、あるじゃないですか、編集で実はあのちょっと変わったとかいう可能性もありますからね。それこれ友達で言ったんですけど、うん、友達の目には映ってないですね。おー、ね、あの地下室に物置いてあるのが錯覚的に人に見えたと思う。ああ、なるほど、なるほど。まあだからその時のほんま高橋さんにしか見えなかったですね。見えるかもね。あ今日はね、家特集。ちょっと怖い家を。いや、なんかでも怖かったイメージですもん、なんか。あ、ありますか、はい、これ見た。これね、アメリカでは、その当時、出身者が出たんですよ。はいはいはい。結局、まあ、その幽霊とかの話やらなしに、あの、お父さんにね、前の人の性格を打ったっていうような、ね、そういう、家に、いる例が、なるほど、察したとか言われてますかね。なるほど。これがまあ今に続く家を舞台にしたホラーで、作品の元かなと思うのは日本の紹介です。はいはいはい、皆さんの家も気をつけてください。ちょっとなんか変なもんが見えないように気をつけましょうね。はい。はい、この後ろ辺、大丈夫ですか？僕には見える。あ、なんかごつい大きい目見えるよ。ここにもちょっと、はい、幹部の、はい、でございます。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、はい、まずは、あの、太鼓さんのね、はい、セカンドリーグ、そうですね、終わりますよ。相変わらず暴れてましたね。元気いっぱいですね。すごい、すごいっすね、相変わらず。はい。あの、ラストで言った、あれ何やったんですか、あの、ディスリ大会の手間をやる。ね、まあ、それちょっと楽しみですね。そうそう。一回楽しみ。次回がまたすごい爆弾発言をやってるみたいなので、はい、ぜひ皆さん、期待して、はい、見ていただければと思います。はいはい、であとあの皆さんお気づきかと思いますが、今回からなんと、はい、タイトルが決まってます。決まりましたね、はい、やっと決まりました、はい、やっと決まりました、はい、今まではずっとテストストリーミングなんぼっていうことを言ってたんですけど、はい、今回から、カモンマテリア、あれあのカムイの花と夢でカムのオン、はい、マテリアでカモンマテリアということになりました、はい、ぜひ、タイトル通りカモンマテリアルで、はい、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、であと1個だけ、ちょっとお願いというか、はい、あれなんですけども、実は私がですね、ちょっと関わってるあの長崎の、松福寺さんというお寺がありまして、それが、いろは丸事件談判っていうのが行われたお寺なんですね、はいはい、であの坂本龍馬が、はい、まあ、いたという場所だったりとかするんですよ、うん、
でそのお寺にその坂本龍馬の像を建てて、はい、でたくさんの人にその勝負記事でいろは丸事件談話があったということを知っていただきたいなということで、はい、そのクラウドファンディングを実はさせていただいてまして、はいはい、またあの、この辺に出てたりとか、あの説明のもう始まってますね、はいはい、7月22日までなんで、はい、まあ、リターンも3000、5000、1万円って、まあまあ手頃な感じですので、皆さんできればですね、よりたくさんの人にですね、その龍馬がいたその足跡を感じてもらえる場所なので、はい、その場所を残していくということを、ちょっとお手伝いしていただけたらご支援いただけたらと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。